はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、今回も、生ビールです。サントリーの2015、初摘みホップヌーボー。プレミアムモルツのカオルプレミアムです。カオルプレミアムの初摘みホップヌーボーということで、これのね、カオルプレミアムじゃない、普通の、ここの、パッケージが金色のやつもあるんですよ。普通のプレミアムモルツのやつね。うん。それもあるんですが、買ってくるのを忘れまして、これしか買ってきませんでした。限定出荷。当製品は2015年に収穫されたザーツ産ファインアロマホップを使用しています。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数 6%。最近 6% 多いね。2015年に収穫された初摘みホップのみずみずしい香りをお楽しみください。ヌーボーってボジョレーヌーボーでしか聞いたことないんですけど。ビールでヌーボーって聞いたの初めて。そもそもヌーボーってどういう意味なのかもわかんないんですけど。どういう意味なんでしょうか。それじゃあ、いただきます。乾杯。ちょっと苦い。ちょっと苦い。ちょっと苦い気がする。てか苦い。あれ、普通のプレミアムモルツっていうか、カオルプレミアムってこんな苦かったっけ？なんか苦いな。11月17日解禁だって。初摘み。ホップヌーボー祝解禁。どういうことなの、ヌーボーって。2015年に収穫された世界最高級のチェコザーツ産ファインアロマホップを使用した今だけ特別なプレモルです。だってあの、最初に口に入れた時に、なんか、苦って思って、そっからシューって消えていく感じですね。あの、深みっていうか、その、後味に苦味がない。ですけど、あの、口に入れた時に苦い。って感じはありますね。プレミアムモルツ、カオルプレミアムってこんな苦かったっけ？多分それが、この特徴なんでしょうか。うん。チェコザーツさんのホップの収穫祭なんですね。はい。解禁ってことは結局、あの、ボジュレ・ヌーボーと同じく、多分法律かなんかで決められてんでしょうね。この日までに取っちゃダメですよっていう、あれがね。ただ、香りはそんなに強くないですね。まあ、弱くもないけど、まあ、だって普通というところか。うん。ちょっと苦め、みたいな。別に香るプレミアムっていうほど香ってないんだよな。
ハオルプレミアムっていうのを飲んだ記憶あるんだけど、どんなんだったか覚えてないんですよ、ね。味がね。確か俺が言ったのは、通常のプレミアムモルツの方がうまかったって言った記憶ある。ので、多分、そっちの方が美味しいんだと思う。多分。プレミアムモルツってもっと香り強いんですけどね。なんかあんまり、あれだな。よろしくないですね。香るプレミアムっていうよりは、これコクのプレミアムっていう方が、ちょっとコクがちょっとあるもんね。うん。普通のプレミアムモルツに比べると若干コクが深い気がするんだよね。それとちょっと苦い。まあ、初摘みホップだから苦いのかもちょっとわかんないです。うん、記憶にない。記憶にないですね。おー、またいろいろ出ますね。12月8日に、プレミアムモルツのコクのブレンド。そして12月15日に、クラフトセレクトシリーズが2種類。てか、クラフトセレクトシリーズ2種類、もう出るんだけど、あ、まだ出ねえか。あと14日、2週間か。あ、まだ前回のやつ飲んでない。買ったんだけど飲んでない。で、金麦の12月の1日、金麦の黒のひととき。お、これはいいですね。金麦にとうとう黒が当てるんですね。ほうほう。言うて金麦は通常のやつしか出てなかったよね。っていうのも嘘でした。あ、琥珀のやつも出てたんだっけ。黒が出てなかったのか。唯一。じゃあ今年ですね。今年初めてじゃないかな。この金麦のね。黒ビールテイスト。おう、これはちょっと楽しみではあるね。ほんと、第3のビールもいろいろ出てね。黒ビールやら、アンバービールやら。ねえ、出てますけどね。すごいですね。うん。これを機に、こう、黒ビール、だって、サントリーの金麦でしょ？あと、なんだっけ、札幌の麦とホップ。ああ、あとなんかあったっけ？札幌、朝日。朝日はクリア朝日の。クリア朝日ってブラックあったっけか。第3のビールで、黒ビール。第3の黒ビールの飲み比べとかやっても面白いかもね。ああ、これ面白いかもな。今度やってみようか。もうぶっちゃけ、それじゃなくても、琥珀系の、そのアンバー系、アンバービールの飲み比べもできるかもしれないね。第3のビール。3、4種類あるもんね。ああ、すごいですね。まあでも個人的にはやっぱり、第3のビールだと、金麦か、麦トップあたりが、個人的に強いんだけどね。個人的に美味しいかなと思うんですけど。まあまあまあ。まあいろいろ、第3のビールはね、いろいろ出てくれると。まあただし、第3のビールは、品質がね、多分、しょっぱな出たぐらいが一番美味しいんですよ。多分俺のね、あれで言うと、俺の、
感覚で言うと、多分、一番最初に出た時がね、うめえなーって。で、しばらく半年ぶりぐらいに飲むとね、あれ？こんな味だったかなってなるんですよ。それは多分最初に出したのと品質がだいぶ変わってきてんじゃないかな。とは思うんですよ。もう、うん。こんなにまずくなかったよなっていうのは、あるからね。本当に。うん。嘘じゃなくね。うん。それが残念なんだよね。多分その品質を、その保持できないっていうか、そういうのが多分あると思う。いかにしてその味を均一にできて、常にこう、それの味で供給できるかっていう。まあ、その、季節季節によって変わるんかもしんないけど、ねえ。季節季節で味、そのホップの取れたやつとか、大麦とかの取れ具合とかも違うんかもしんないけど。やっぱそこはやっぱり、ねえ、一定にしてもらいたいですよね。そしてじゃーん、じゃがじゃがじゃがーん、とうとう買いましたカルバドス、香り豊かなリンゴのお酒、冬季限定のリンゴ香料使用、洋酒使用、アルコール度数 2.6%。 これちょっとね、飲んでみたかった、飲んでみたかったんだね。食ってみたかった。チョコレートです。で、まだ残ってる。あの、なんだっけ。ボジョレーちゃん。ボジョレーヌーボー飲みながら。よし。ちょっと食べていこうか。どんな味かな。まあ、リンゴのお酒ってことで。アップルブランデー、カルバドス 100% だって。ほう。アップルブランデーか。ああ、ニッカウイスキーのあれですね。ニッカウイスキーでありましたけど、アップルブランデー。まあ、アップルブランデーってなんか、ぶっちゃけブランデーとか言うけど、実際ほとんど、リンゴ、ねえ、ブランデーっていうかさ、なんか、ほんとただのリンゴのリキュールだよね。じゃあちょっといただきますけど。ね。いただきまーす。ん？あ。うん。あ、美味しい。これあれだね。リンゴとチョコレートが合う。うん。合いますね。リンゴとチョコレート合うわ。あ。あれ？札幌朝日、サントリー、あ、キリンか。キリンの第三のビール。一番搾り。ただワインと合わねえな。ワインと合わねえや。第三の、キリンの第三のビールって何かあった？キリンの第三のビールって。あ、喉越し生か。俺これ嫌いなんだよ。喉越し生はあれでしょ。黒とかないっしょ、これ。ないっしょ。俺ダメなの。喉越し生ダメなんですよ。
初期の頃うまかったんだけどね。うん。初期の頃美味しかったんだけど、なんかこの大豆ペプチドっていうのがまずいんです。違う、大豆タンパクが。これがまずい。これがあかん。あのね、ビールにね、大豆加えちゃダメよ。やっぱり。俺はそう思う。キリンのね、澄み切りが美味しいんだわ。第3のビールで。うん。この麦 100% って。やっぱね、第3のビールでもね、やっぱね、大豆加えちゃいかんって。ああ。本当に。なんでその大豆を加えたんだって。言いたいね。もうどう見てもまずい。うん。多分初期の頃大豆使ってなかったんじゃないかな。初期ね、俺がね、17歳ぐらいで飲んだ時、全然ね、そんなまずくなかった。澄み切りだな。キリンの第3のビールで一番うまいのは澄み切りだと思う。うん。ただキリンはあんまり、ないっすね。第3のビール推しじゃないの。喉越し生まずいんだもんだって。あ、でもあれだな。ってなると、札幌の、麦とホップ、赤と黒。麦とホップ赤と黒があるんで、それっすね。赤と黒あるでしょ。それと、サントリーの、なんだっけ？金麦ね。金麦の赤と黒。これ飲み比べてもいいかもね。もうそんぐらいでしょ。ああ。やっぱ二強だな。二強。うん。第3のビールで主導権握ってんのはこの二強ですよ。金麦と、麦とホップ。二強だと思うね。うん。とりあえずね。まあ、この四つ、ちょっと飲み比べっていうか。まあ、してみようかな。今度ね。うん。でも、金麦もうまいよね。うん。最近全然飲んでねえけど。うん。最初の頃出た時飲んだけど。うん、うまかったもんな。金麦はどちらかっていうと、すっきりした味っていうのかな。麦とホップはちょっと、雑味があるんだけど、ちょっと力強い感じですね。そんな気があるな。うん。うん。カルバドス、結構、まあ、美味しいは美味しいっすけどね。ただ、これは、バッカスよかは多分うまいわ。バッカスってあれ、何のあれだっけ？酒使ってんだっけ？バッカス。コニャック。コニャックってことはブランデーか、これ。完全にブランデーなんだ。ああ。でもバッカスはもう美味しくないな。バッカスくんだったらラミックが。ああ、バッカスはコニャックってことはブランデーですね。このリンゴがブランデーになったっていうことか。ああ。なるほどね。
なんかね、でもやっぱなんだかんだで、ラミー安定なんだよな。でも甘さで言うとちょっと、このカルバドスめっちゃ甘い。めちゃくちゃ甘い。バッカスはね、どちらかっつうとね、ちょっと苦い味。ラミーが一番バランスがいいかな。だってラムレーズンってさ、うまいぜ。ラムレーズン味のチョコレートとか、チョコレートちゃうわ。ラムレーズンのアイスクリームってさ、なんだっけ、ハーゲンダッツであるじゃん。あれめちゃくちゃうめえよ。マジで。あれマジで。ラムレーズンのね、ハーゲンダッツね、食ってみた。めっちゃうまいから。ただ、ほぼ買わないですけどね。ハーゲンダッツ自体、俺数えるほどしか食ったことないな。本当に多分人生でね、ハーゲンダッツ買ったのね、ちっちゃいやつ。あれ買ったの本当に10回未満な気がするね。すごくないか。ああ、確かあれ1個、300円ぐらいするだろ。あれ多分買ったの10回未満だと思うね、人生で。人生で買ったっていうか、食った個数多分10個未満ですね。すごい。ある意味すごい。200〜300円で、200、まあ、300円近くするよな、あれな。確かね。あれは買わんわ。俺、ただね、ハーゲンダッツ。ハーゲンダッツはね、ものすごい甘い。から、それも相まって買わないです。ハーゲンダッツのね、何味だったかな？何味だったか忘れたんだけど、買った、最初ぐらいに買ったことがあって、ものすごくこれ甘いのね。ハーゲンダッツって。もうそれからもうすっげえ甘いって言って買わない。ラムレーズンも甘いんだけど。ただ、ラムレーズン味のアイスってなかなかないからね。だからつい買っちゃって。ただね、甘いんだよな。スーパーカップとかに比べるとはね、段違いで甘い。本当に。ハーゲンダッツは。本当砂糖入りすぎてんじゃないかっていうレベル。なんであんま、そもそも高いし、甘すぎるから甘ったるいんだよ。だから買わない。まずい。結論から言ってもまずいんで買わないんです。いや、ラムレーズンもうまいんだよ。確かに。ただ、それ以外のやつはね、甘すぎる。だから、普通にバニラとか、バニラアイスとか買うんだったら、スーパーカップは、一番安定してうまい。と、俺はもう。なんかやけに甘いんだよな、この会社のハーゲンダッツってな。なんでこんな甘いんですかね。見た感じこれ日本の会社じゃないけど、これ本当に日本の会社なの。わかる。ハーゲンダッツ社ってこれどこの会社なの？なんか、日本なのか。
ハーゲンダッツ。サントリーが 40%、ハーゲンダッツ社が 50%、高梨乳業 10%。でも世界でも売られてるってことは、やっぱり、そういう味に仕上がってんじゃないかな。とは思うんですよね。甘すぎるもん。ハーゲンダッツは買うわ。特にアイスって買うのって、まあ冬は買わないでしょ。普通夏でしょ。夏にあんな甘ったるいの食べてらんねえよ。っていう感じ。だから買わない。しかも高いしね。高くてうまいっていうんだったらまあわかる。高くてまずいって買わねえだろ。ねえ。普通買わないですよ。まずいっていうか別にまあまずいっていうよりは甘いんだよ。甘いんだよ。ということで、初摘みホップ3233です。ご視聴ありがとうございました。